ュニアの皆さんです。今回も劇団フルーツバスケットジュニアから目が離せません。なんと今年は6歳も難しい演舞にチャレンジ。世界中の子どもたちに笑顔と夢と平和が戻ることを願って、札幌から元気エネルギーを増産し、世界に笑顔爆弾を発信していきます。それでは踊っていただきましょう。劇団フルーツバスケットジュニアの皆さんです。どうぞ。皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちは劇団フルーツバスケットジュニアです。私たちはこの舞台に立つことができて